こんにちは、林都市研究所の林智之です。こんにちは、フリーアナウンサーの大橋裕子です。うねり取り練習帳、今回は中継線を使って、うねりを取る極意の第五回ですが。うねり取り練習帳でいうところの二十三回目。そうなんです、もうね、はい、残すところ。あと。二回です。はい、ということですのでね、はい、大詰めも大詰めです。はい、はい、今回のテーマは。 なんでしょうか。勝率を上げる試みですね。勝率。はい、まあ、初心者の方ほど勝率にこだわると言いますけれども。まあ、この講座を長くね、見てくださった方は、まあ、勝率は、実はそれほど重要ではないというお話もありました。はい、それでも、やっぱり気になる。そうなんですね。むやみに勝率を上げるのはダメだけど。やっぱり負けもね、少なくしたいよねと。はい。 えー、勝率を上げる試み、これはねトレーダーの仕事、はい、実践家の目指すところです。はい。はい、ということで、えー、今回は勝率を上げる試みにはまあどういうアプローチがあるのかということを林さんに教えていただきたいと思います。では中間線のチャートを見ながら解説していただきましょう。まずは一七二二三沢ホームのチャートです。はい。これ前にもねご覧に入れましたけれども高値で。 まずだましが出ております。はい。赤がね、赤が買いですね中間線は。要点で赤は買いのサイン。そうです。はい。黒が売りなんですね。はい。だからこの高値から下がるところの赤いところ、赤い線、これはだましなんですね結果的にね。はい。赤くなって上げ上げる雰囲気があったけれどもずるずるっときて、はい。引転してしまったと。いやらしい形ですね。そうですね。はい。だけれどもその後の下げがバッチリ取れています。はい。 でその後うまたそう安で持ち合いでね <laughs> ちょっと荒い持ち合いだからね騙し出やすい、まあ、何を持ってきても騙しが出やすい動きですけれどもししししてし引転して騙騙転最後の要点が、はい、どうも乗れた感じだなと勝てそうだなということなんですけれどね、はい、もうこの最後のね、えー、乗れたっていう要点を、はいえー、抜かして考えましょう。はい、一勝三敗ですね。 そうですね騙しが3つもあって前回こんなお話しましたこれぐらいの勝率でもしょうがないじゃないとでもまあしっかりと幅が取れてますのでね一生でこれしょうがないっていうのがベースにあるんですけれどもその上でさらにねもう少し勝率を上げていこうなんとかならないかっていうのが今日のテーマなんですけれどもこれねご覧ください700円台で上点して。 一番最後の取れたというところですね700円台で要点しているこれを覚えておいてください、はい、ということですねはい。これ2015年11月なんですけれども2015年までのチャートです、はい、さあでは続いて同じ三沢ホームえー、これが2018年から直近19年12月までのチャートですそうです700円の線がチャートにないので 青い線で足ししておきました、はい、これ、えーまあえー、横軸700円のところですね、はいまあ、この辺りで持ち合って、えー、ちょっと気迷いで騙しが出ていますが、はい、最後の要点700円台で要点してこれが大当たり、はい、現在1,200円。 12月の半ばですごいら、えー。大きごいに当たってますね、下で切り上げながら、ちょっと騙しが出たんだけど、切り上げながら、最後にくっと要点して当たったと、2015年の終わりと同じ、はい、2015年のチャートでも、700円台での要点で乗れたということでしたが、はいはい、今回、これ、2018年も同じ700円台、これ、ちょっと意味があるのかなというふうに思いますね。まあ ッチしていくというのも重要かな。ねね、あれというね。うんはい、ええー、まあ、ヒントですよね。はい。はい、まずは価格をちょっと追っていこうというような、はい、まあ、定点観測も必要。はい、え、続いての銘柄は、一八二一、三井住友建設のチャートです。はい。これも、まずはですね。ご覧に入れてるのは、えー、以前のチャートですね。二千十四年の五月から、二千十五年の五月まで。はい、はい。まあ、途中、あの。 赤い四角で囲んだところころの持ち合いが、ね、気まよいで一、うん、回だましが出てますけれども、はい、だけれども結局まあ陽線で大きく上がってますよね,すねしっかり取れてますよね。はい、で、えー、一番左の方の赤い丸、はい、これがえー、いい感じで。 結局、要点してるんですね。この百円台の赤丸で始まった要点からスタートした大きな相場だった。そういうことですね。はい。はい、じゃ、この形を覚えておいてください。百円台でスタートしました。同じく、三井住友建設の二千十八年に。時間が飛びます。はい。十九年ですね。でも、この要点してるのは。そうですね。十九年、の九月。はい、えー。大きく下がった。 まあこの陰転もしっかり取れてますけれども切り返したところで要点しています。これ500円台なんですけれどもこの銘柄株式併合してるんでこの500円台は以前の100円台です。そうなんですか。はい。だから先ほどの三沢ホームと同じ同じで同じ価格帯でそうですね。はい。同じ価格帯で綺麗に要点したよと。はあ。じゃもう。 まず一つの、ね、勝率を上げる試みとして、まあ、過去の節目になっている、まあ、価格帯というのも意識すするのも重要とそうです、ね、いうことなんですね歴史は繰り返すというのが、ねはい、ありまして、はいまあ、テクニカル分析の三、まあ、原則の一つなんですけれども、はい、まあこれは、ね、価格帯二、まあ、つ、えー、それぞれ2回ずつの事例で、はい、え単純に価格帯で見ている。 すごく小さな話なんですけれども、はい、例えばこんなところを拾ってね、はいまあ、歴史は繰り返す、はい、また、えー、同じパターンが将来ね再現するのではないかと考えていく、はいまあ、一つのです、ね、アプローチですよねこれが一つのアプローチ、はい、では続いてのアプローチご覧いただきましょう2531タカラホールディングスのチャートです。 さあ、赤い四角のところで要点はしているものの。まあ、こう対局で見ると、ずっと下がってるチャート。そうですよね。はい、結局ずっと下がってるんです。はい。で、途中、下げの途中ね、赤くなっているところ。うん、まあ、騙しの要点になっちゃってるんですね。はい。で、結局、売りで取れている。はい。ところが、この赤い四角で囲んだところ。うん、これは、あの、結果的にね、その後、引蔽してますけれども。この。 要点自体はプラスになってます。うんはい、しかもしっかりとね。伸びてるでしょ。はい、まあ、しっかり伸びてるというかですね。途中の騙しの要点とは違って、はい、しっかり同意づいた雰囲気が出ているってことですね。はい、ところがその後引退して、はい、また。 え弱い動きが展開されていると相場全体良くなってきているこれ2019年12月のね中ばまでのチャートですから、はい、え全体非常に良くなっているのに、はい、えダメ,ダメだからこう下げのトレンドが続いているんですねこれは弱いですね、はい、なそこを入れに見せかけてやっぱりダメっていうパターンということで、はいえー、こういう銘柄はなかなかちょっとね捕まるとがっかりしちゃうんですけれどもはい 同じように、もう一つチャートをご覧いただきましょう。八六一三丸三証券です。はい。これ安値で要点して。じわっと来てるんだけれども。大した動きがない。しかも、これ。サポートラインを引いてありますが。はい、ちょっと割り込んでない。そうなんですよね。<laughs> こうやって下値を切り上げてきているなというラインを引いたら。はい。 その後そこをね、割り込んできて。ですよね。やっぱりね、強くはないんですね。はい。はい、要点してるけれども。はい。だからこの要点も、あんまり高く評価できないなと。うん。えー、こんなことがですね。はい、一つこう言えます。はい。はい、ここから、教訓を得るとしたら。ええ。まあ、あのー。要点した、えー。で、これだけ安い。はい。そしたら、こう出遅れてね、美味しい銘柄。 いう発想がありますけれども、まあ、確かにその安値で出遅れである、はい、で全体がいいじゃあこれはちょっとまあバーゲン価格で拾えるんじゃないか、はい、ということでね、ええ、え買ってちょっとずっと持ち続けたくなる買いいやすいですでよねという心理は分かります。うん、だけれどもうまくそれね循環してどん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 出遅れが上がってくるとは限らない。うん 出出遅れれずじまいいっていうパターンもあるよと<ー>これ一つ、ね、大切な発想ですねはい、はい、それからまあさっき、ね、三沢ホームと三井住友建設で、まあ、一つのねパターンこれまた将来的にも、ねうんえー、再現性があるかもしれないっていうのを、ねうん、お見せしました。はい、でもっともっと、ね、いくつものこうサンプルがあって、うん、これは確かだろうっていうね、うんえー、確信が持てるようなパターンもあるんですけれども。はい 本当の鉄板100%というのは絶対ないんで、はい、え絶対こうなるという決めつけはいけません、はい、ただ、そうやって、ねえー、また同じことが繰り返されるのではないか、はい、といって探していくのがね要点したから必ず勢いよく上がるということでもないと。そうですやははりトレンドがこう弱いものは ずっとその弱いまま続こうとする、はい、そういう修正がある、ね、ということですねさらに過去こうだったからこれは非常にいいだろう、はい、まあそれはあの正しいんですけれども必ずうんこれは当たるというといだからこれがね買いポジションを取って上がってくれないと困るみたいな決め打ちをしてはいけないこれは実践上のね大切なあの注意点だと思います。 はい、要点しても、ねはい、あのなかなか値、ね、動きが鈍い場合まだトレンドが終わっていない可能性ありますのでわざわざそういう銘柄に執着してこだわる必要はないでしょうということですね。で,すねはい、では、まあ、いろんな銘柄の、ね、いろんなパターンを見ていくことが重要ですけれども続いての勝率にこだわる一つの試みアプローチ、えー、8151東洋テクニカのチャートをご覧いただきましょう。はい、これは持ち合いいでですすねねそうです、まあ、結局きれいに、ね 要転して上がっているんですけれども、はい、その手前五ヶ月ぐらい持ち合いの期間がありますよねこれはどうここねしのぐかということも一つのねそうなんです、はい、で、あの持ち合いを離れるところでぴったり要転してます。はいますそこでうまく乗れればね、えー、大きく取れてるんですけれどもそうですね900円台で、えー、要転してはい 1200、まあ、円超えましたから、上離れしたところは飾、はい、ってるんですけれどもね、持ち合い中どうしようっていうね,、はいまあここね、厳しいんですよ、<laughs> はい、どうしてもね、まあ、ぐずぐずと、まあ、利益が出ない期間がこう発生してしまう中堅製どうしても、いいんか、よということで、色でね、はい、シグナルが出ていますので、常に。はい で常に出ているから、勢いがモメンタムがあるかというと、そうではない時期もあるということですね。そうなんですこれが悩ましいですね。はい。はいはい、じゃ、このね、揉み合い中にやらないというのも一つの手段ですけど、でも、それにこだわっていると、大きなトレンドを乗れなかったりするので。ちょっと悩ましいんですが、もう一つ、ちょっとチャートご覧いただきましょう。八六ゼロ四野村ホールディングスです。はい。まあ、先ほどのね、丸三証券と違って。 えー、しっかり上がってますよね。いや、これしかもね、この下の持ち合いの加減で要点してるんですよ。そうですね。加減からまあキュンとね上がるところなんですけれども<ー>、えー、いわゆるブレイク、ブレイクアウトですね。はい、えー。離れるところ、持ち合いを離れる手前で要点してます。うそうなんですよ。日経平均がは9月からね大きく上がった、えー、2019年の相場ですが、えー、8月の頭に。はい。 早くも要してます、はいはい、それでだからこういうようなところで、えー、エントリーできたというケースの場合は、はい、持ち合い離れで騙しに遭うかもなんて怯えなくてもいいわけですよね,そうですね余裕があります下から持ってるから持ち合い離れでもまあちょっと刺激してもいいかなぐらいの余裕があって、はい、優位性が高い。 こうううういいいいチャートで乗ればってよな気しますけどねしかもこれね持ち合いのところでちょっと気まよいで騙しがあるでしょうまたこれが悩ましいわけですけれどもじゃあこれをどうしたらいいのかそうですいう話ですよね今日はねじゃまとめてください持ち合いでこのねし、まし仕方がないっていうのがまず基本です付き合うしかないそれが結論かって話なんですけれどもそれだけではなくてあの まあこれ避けたいっていう考え方もねがまあ成立するかどうかっていうところちょっと深いんですけれども考えてみたいと思います。はい、まあ中間線ってこう動きを見て初動でねあの買いまあ上げの初動で買い始める下げのまあ初動で売り始めるまあうまくね動きに乗っかっていこうってことじゃないですか。まあ、それなのにねこうまあ こういうところはやらないって避けていくってね。若干無理がある、難しいなっい、ね。まあ中継性を常にシグナルを出してますからね。はい、まあそれでもね、さっきまあお見せしたように下げ傾向が続いているんだったら手を出さないっていうのも一つありですよね。うん、ただまあ、えー、基本的にはここはやるべきだっていうのを拾っていく。うん からまあ、これをやらないというよりは、はい、これをやるんだというものを見つけていくっていうことが一つのポイントでしょう、はいええ、実は素直な考え方なんです儲<率>けるためにやるんですから儲かるポイントを探していこう儲かるパターンを見つけていこう、はい、そこは絶対やる、はい、そうするとね、はい、その結果それ以外のところをじゃあ手を出さないでおこうか。はい っていうのが結果として生まれる。うこういうね、う順番の方が健全ではないかと。はい。はい、結局同じじゃないかってね、えーはい、思うかもしれないんですけど、全く違います、これ。あ、そうなんですね。えー、はい。まあ、これはね、あの、じっくりと、あの。 この短い動画ではなくていろいろね勉強するツールがありますので、はいえー、見て頂ければと思うんですがきょうはまあ勝率を上げる試みということでいくつかのパターンをご覧いただきました、まあ、大事なのはこれずっとこう銘柄をウォッチしていくことっていうことでしょうかねそうなんですねパッとなんか寝動きを見て、うんはい、当てよう、うん、これ多くの人がやるんですけれども、はいえー、無理です。無理はい 同じ銘柄を追いかけて、はいえー、それを同じ基準で見続けて、はい、だからこそ勝率がまあ上がるようなタイミングということが、はい、そうですね分かってくる、はい、ということですねいきなり計算式持ち出して勝率を上げようと、はい、まあ勝率上がるかもしれないけれども勝ちが小さくて負けが大きいトータルマイナスになるそんなルールが出来上がっちゃったりしますよね。あ、はいはい、あるあるですはいということで次回は。はい 今大橋さんが、はいえー、触れたですね、はい、定点観測ですね、はい、同じ銘柄を見続けていこうと、はいえー、定点観測で精度を上げろと。 はい、いよいよですね。本当の実践の仕上げに入っていきます。はい、仕上げに入っていきますね。はい、ということで仕上げの前にまあすでに放送しました中弦線の基礎講座たくさんねあのコンテンツありますのでぜひこちらを持って復習しておいていただければというふうに思います。ではまた次回をご期待ください。ご覧いただきありがとうございました。